まずはこのケーススタジオ第2部リーフスカイのみんなが盛り上げてくれました。そして続いて登場してくれるのはそのお姉さん的グループになります、リープブルーの皆さんです。それでは行きましょう、ミュージックスタート。ピッチサイドを盛り上げてくれます。さあ今日ね、吉井ケジュアルちゃんが4月2日に誕生日、19歳を迎えて、はい、まあ、新たな年齢になってここに来てくれたわけなんですけども、北陸アイドル部の皆さんも、はい、はい。